はい、始まりました。トビ100チャンネル。今回は Amazon で高評価のノコギリ、実際に桃の作業で使ってみてどうなのか検証していきたいと思います。はい、こちら、こちらバーコの折り込み式剪定ノコサンクロラップランダー396、評価が、6038件あって、星5点満点中の 4.8、 めっちゃ高評価のノコ、こういう感じとなっております。ここボタンがあって折り込む、いいですね、軽いですね。じゃあちょっと実際に、桃の木切ってみてどうなのかやってみたいと思います。それでは切っていきましょう。まずは普段僕が使っている定番の大地、こちらから切っていきたいと思います。続いてこちらバーコ切っていきたいと思います。これ見てもらったら分かるんですけど、バーコの方が目がちょっと粗いですね、ここの。なのでちょっと切り口も若干粗くなる感じ。でも切れ味すごい良かったです。もうちょっと切っていきましょう。切れ味いいですね。はい、というわけで今回こちらのバーコ桃の木で試してみたんですけど、結果といたしましてはちょっと桃の木切るには不向きかなという感じです。まあ、もちろん目が粗いのもあるんですけど、まあ、桃の木には中目とかちょっと目が細い刃のノコギリを選ぶのがいいのかなと、そういう感じですね。というわけで今回は Amazon で高評価のノコギリ検証してみました。ありがとうございました。